間に合わなかった。そういうことだな、ミュウ。だが惜しかった。お前は確実に成長している。ばあさんの言っていたことは正しかったというわけだ。これからどうなるの？現れたばかりの読み人は赤子も同然。自分がどこから来たのか、何者なのか、そんな疑念もなく、ただ彷徨う屍。しかし、すぐに自我が確立する。生前の記憶の延長線上へと戻るんだ。そして何事もなかったかのようにこの街で暮らし始める。そうなるとミュ、お前のまだ未熟な高めでは見つけるのは容易ではないということだ。女だった。何？女だった。と、思う。確信はないけど。案ずるな。お前はまだ成長過程にある。読み人が蘇る兆しを感じ取っただけでも、俺たちにとっては成果だ。ばあさんは死に際、この町の運命をお前に託すと言った。俺たちは、それを信じてる。無理。私には無理。おばあちゃんのような力、私にはない。案ずるなと言ったろ。誰だって最初は初心者だ。行こう、読み人を狩りに。そんなの私には無理だよ。何？何なの？さよなら、憧れた Brand new world。 いつか消えてゆく僕ら。魔法が溶け出して君は気づくかな。
何を調べてきたの？それから？おお、仲良くやってるね、お二人さん。アマナもお前もテンション低い同士だから、なんかいいコンビなんじゃねえの？ケンスケ君の言い方は悪いけど、確かに二人ともどこか似てるっていうかね、雰囲気が。何？ええよな、無口なアマナでもペアになれてよ。俺なんか相変わらず孤独な青春を送ってるってのに。ああ、一体俺って何のためにこのミスケンに入ったんだって話ですよ。何のためよ、ユキノッチ。当たり前のこと聞かないでもらえる？そら、ちょっすいとお近づきになるためでしょうか。はっきり言いましたね。俺なんか色気のない前見でいいって言ってんのに、全然付き合ってくれねえしさ。ケンスケ、そこに直れ。刀の錆にしてくれる。前見姉さん、薙刀ならお貸しますわ。はいはい、もうケンスケ君の話に付き合ってると全然課題が進まないから、これでおしまい。確かにここに来るとぼーっとテレビを見ているようで、全然作業が進んでいないことに今気づきました。ダメだな花子、悪いけど俺はちょっとずつ進んでるぜ。俺のテーマはっと、見果て町の女子可愛い子多い説である。ケンスケ、あんた金属地について調べるって言ってなかった？そんなのつまんねえだろ、テーマは自由なんだからさ、もっとエッジを聞かせねえと。ということで、俺は可愛い子多い説で決定。はーい、こんなアホ放っておいてちゃっちゃか進めちゃおう。アホってアホはねえだろ、クスマイ。ニカレーみたいに呼ぶんじゃねえ。あの、あなたが調べてきたこと、次回まとめて教えてもらえる？この町のことは私の方が知識はあると思う。だけど私がいちいち教えていたらキリがないから、それを見てから考える。どうかな？もう時間だから。それじゃ。何？え？おいおいおい、なんだよ、ペア組んで初日でいきなりデートに持ち込むか？やっぱり東海派は積極的ってか？さあ、この告白をアマナはどう受ける？ふざけないで。ケンスケ、あんたほんと失礼なやつだね。そんなんだから彼女できないんだよ。なるほど、じゃあマイミが俺の彼女になってくれればそれでいいんだけど。すごいですわマイミ姉さん、こんな露骨にプロポーズする殿方、私見たことありません。そうだね、全然心に響かないけど。さ、おかしなテーマの題材にされる前に私たちも帰ろう。
あら。は？いらっしゃい。ああ。
おはよう。いらっしゃい。おう。俺だ、ケンスケだ。声がでかくて何が悪い。これが興奮せずにいられるかよ。ついに掴んだぞ、極秘情報。あのニカレイの撮影現場情報を。ニカレイでピンとこないとは罰当たりなやつだ。いいか、一度しか言わないからよく聞けよ。早朝からニカレイを見果ての森で見かけたという有力な情報が俺様の信頼分厚い情報筋から入ったのである。どうだ、一緒に見に行かねえか。なんだよ、乗り気じゃねえな。まあ、いや、もし来たら俺を探してくれ。じゃあな。もう、こっちだ、こっち。
すっげえ人だな。極秘情報だったはずなのに。ああ、もうちょい、もうちょいで見れそうなのに。風車は全部で5色あるの。それぞれの色が人の内面を表している。感情とか愛情とかいろいろ。おばあちゃんが言ってた。無理。去年死んじゃったから謝る必要ないけど。ねえミュウちゃん、今聞こえちゃったんだけど、その風車の色の話ちょっと面白いわね。人の内面が色になっているか。おばあちゃんから聞いた話だから本当かどうかわからないけど。私もいろいろ調べてきたけど、そういう話は初めて。風車、街の中でよく見かけるけど、確かに色は何色かあったわね。ねえ君、せっかくだから調べてみたら？好きにすれば。Thank you.
ごめんね。ちゃんとくっつけておかなかったんですかね。風車が風に負けて傾いちゃうなんて。ありがとうよ。あんた、見かけない顔だけど、旅行者ってわけでもなさそうだな。そうかそうか、若い人が来てくれるのは嬉しいことだな。うん、色か。色は考えたことがなかったな。だが、五色しか使わないというのは聞いたことがあるけど、それ以上はちょっと知らんな。けど、それ以上はちょっと知らんな。もし詳しく知りたいのなら、高神神社に行って聞くとえ。あそこは夏祭りに風車を大量に飾るんじゃが、それがこの町の夏の風物詩でな。あそこの宮司なら、なんか知ってるかもしれん。頑張ってな。それじゃ。いらっしゃい。Thank you.
おはよう。おはよう。ああ。Thank you.
それじゃ。ああ。それじゃ。ああ。風車の色は全部で5つございます。それぞれが人の差が、つまり性質となるものを意味しております。緑、赤、紫、黄、青。これは陰陽道での五行にも通ずると言われておりますが、実際はもっと気に近いものと考えられております。
はい。気とは生命力の源であり、人それぞれ性格が違うように異なる色合いを持つ。その依り代として風車が使われております。そういうことになりますね。おお、転校生くんか。雨降ってきちゃったかい？そうか。ああ、いや、ミウが買い出しに行ってるんだ。駅前から帰ってくるから、途中で振られなきゃいいなと思って。だから傘持っていけって言ったのに。それで今日はミウに用でも？ああ、聞いてるよ。ミウとペアで発表するんだってな。あいつ相手にすんの大変だろう。根っからの人見知りだし、そのくせ頑固だからな。まして男が相手じゃ、あのガードの硬さ、崩すの大変だと思うぜ。そうか。あちゃー、本振りどころじゃねえな。その必要はなさそうだな。ただいま。転校生くん、ほら、タオル渡してくれ。大丈夫。大丈夫だ。シャワー浴びてくる。転校生くん、心配ならバスルームの前で着替えでも用意して待ってるか。で、ご注文は？
ふん、相棒よ。アマナに愛想を尽かされ、ようやく俺の元に戻ってきたか。ああ、君か。悪いけど、カウンターしか空いてないから、そこでいいかな。こんな日に限って大盛況なんて、ついてるんだかついてないんだか。俺は元気だけど。ミユ？ああ、ミユか。そうなんだよ。あれから高熱出しちゃってさ、珍しく部屋にこもりっぱなし。それなのにこのクソ忙しいランチタイムを一人で乗り切らないといけないとは。ああ、ごめん。このコーヒー、窓際のおじさんに持って行ってくれない？頼むよ。他にいねえんだ。悪いね。あとこれ、ソファー席の奥さんたちに。いやー、ほんと悪い。なんかこき使っちゃってるみたいで、申し訳ない。マジ？助かる。それじゃあカウンターの内側にエプロンがあるからそれ着てよろしく。いやー、自分で作ったランチメニューをこれほど恨んだ日はないな。どうせならアルファベット最後まで制覇しておこうかと。味噌汁ぶっかけライスプラス味噌汁のセットな。斬新だろう？ワイルドだろう？いや、でも助かったよ。転校生くんのおかげでなんとか乗り切れた。ミユのやつよくやってたんだな。あ、そうそう、君のウェイトレス姿もなかなか様になってたぞ。では最後の仕上げにと。さ、これ持って行ってくれないかな。これくらい薄味の方がいいだろう。
どうせ熱で味なんてわからないんだからな。はい、これミウの昼飯。階段上がって手前右の部屋な。よっ、持って行ってくれたかい？ミュウ、どうだった？ああ、だろうな。39度以上熱があったからな。こんな時、母親みたいなのがいてくれればいいんだけど、俺も店を閉めるわけにもいかないからさ。ああ、そうか。いや、買い出しに行かせた俺も悪いけど、あいつも頑固だからな。雨の中、傘も買わないで帰ってきちゃうし。あ、手伝ってくれてありがとな。俺もミウがいないと困っちまうから、ほんと助かったよ。でも
変わってるな、君は。じゃあ、今日だけ手伝ってもらおうかな。その代わり、腹が減ったら何でも作ってやるから。ってので、どう？よう、転校生くん。昨日はありがとな。まだ寝てるよ。昨日よりはいいみたいだけど、あんだけ熱があったからな。今日のところは安静だ。午前中は客も少ないし、俺一人で回せるから大丈夫だよ。転校生くん、いいところに。ちょっと忙しくなってきたんで、また手伝ってくれるか？ああ、エプロンはカウンターの下な。なんか、転校生くんに弱った姿を見られるのが恥ずかしいみたいでさ。助かったよ。これ、少ないんだけど。いらっしゃー。ああ、君か。ミユなら買い出しに行ったけど。無理するなとは言ったんだが、元気みたいだし、久しぶりに外に出たいって言うからさ、商店街に行けば会えるかもしれないぞ。大丈夫？あの、入ったでしょ。私の部屋、勝手に入った。不法侵入、プライバシーの侵害だから。私に構わないで。
謝ることないんだけど。買い物あるから。ありがとう。いらっしゃい。あ、